それもそうです。あの MB15E05、まあ、050607とありますけど、うちは今05ないし05を使ってます。これが総裁1本取らすのが300円ぐらい、2、300円ですけど、まあ、意外とあの、まあ、師走が新山で行くんで、実私も新山で実験してましたから、新山コートをあのきちんと覚えてくれますね。E05、07っていうのがあって、07の方が師走が確かもうちょっと高かったと思うんですけど、07も実際はあのやってみましたけど、いい MIC です。こういう形です。足は16ピンか8ピン16ピンです。この足を、つけられる人は基板以外は安い基板ありますから自分でやってくださいね。石は300円ぐらいだったと思います。MP の 15E05 ですね。であと海洋で使っている、ピックですね。ピックというプログラム、プログラムは12F629 というのを使っておりますけど、これが8ピンだったかな、3ビットなんか3ビットのプログラムが必要なんですけど、そういうプログラムを、私まではずいぶんいろんなものをやって、用意してありますから、ご希望のやつがあれば使ってください。ですね、こういう感じでいっぱいあるんですが、これは1200上は 5.6 関係、ここは10ギガ関係、ここは24ギガ関係、それからこれは2400関係ですかね、あと 47G とか、そういう関係のクリスタルのピックのプログラムはこういうふうに、全て用意してあります。ご希望でしたら言ってください。意外とこれもね、1個だけやるなったらちょっと結構大変なことなんですけど、ね、まあ、これだけ用意してありますから、皆さんが例えば5ギガ、10ギガ、24ギガ、47ギガやるときにローカルオシレーターをロックしたいときの PLL のピックは、常時、在庫してます。はい、なんか CM が終わっちゃって申し訳ないですけど、そういうピックもありです。それから話の手順を忘れちゃったから、カメラ置いちゃった。それとあと使ったワードをちょっと話しましょうか。例えば、ごめんなさい、今さっきの親機の例でしたとか、今ローカルオシレーターのもので、実際に使ってみた結果ですね。普通これはこんな感じです。PLL なしで、これ 5.6 ギガで J1 のあれの竹村さんがやったのを受信して、これはノーマルのクリスタルのローカルオシレーターを使ったトランスファーザーでやるとこういう感じになります。これは WCAD のスペック JT で受信した状態ですけど、普通は大体こうなんですよ。普通のノーマルトランシーバーの親機にしたとか、トランスファーターをそのままでやりますとこういう感じになります。だこれをじゃあちょっと、WCAT としては使い物にならないので、なんとかならないかというので、これをロックするとほぼ直線的になるというやつですね。で、1200メガのですね、例がちょっとどっかあったと思うんだけど、ですね、あれ解いたかな、今朝ほど JIFI さんが送信してくれたのがどっかあったんですけどね。ほぼ直線的で、どこ行っちゃったな、ごめんなさいね。それじゃあこれかな、あ、これ違うな。じゃあこれは24ギガの例でいきましょうか。これ24ギガで、私と岡本さん、茅ヶ崎の岡本さんとですね、これは二段反射です。茅ヶ崎から大山を反射して、ね、川崎の分に来て、それから鶴見にまた折り返してくるって、こういう二段反射の更新版、これ毎日やってます。毎日もう5年間、連続更新をずっと
続けてます。私はいいんですけど、よく岡本さんが、付き合ってくれてるなと思って感謝してますけど、5年連続でやってまして、これは ここは川崎ビームって書いてありますね。これは要するに茅ヶ崎から川崎に直接向けたやつを、私が川崎に向けて川崎反射で、まあ1回の反射、途中に横浜の丘陵地帯があるんですけど、その上を通って川崎に当たってきたやつで、この箱根ビームってこれは箱根とか丹沢方向に茅ヶ崎から向けて、それを反射して川崎に来て、それを受けた信号レベルですね。でここでちょっと今日の課題で言うと、この一番この DF って書いてあるんです。これですよね。まあ、WSGT をやってらっしゃる方は分かりだと思います。これは24ギガでほぼ直線的です。動きは、3Hz、上下で 3Hz しか動いてないんですね。これでこれは直線的で、ボス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 ってやってるのは 3Hz の動きがあるからこういうふうになるんですけど、その 3Hz の動きは何があったのか最近分かったんですけど、それはお互いのパソコンのですね、パソコンのレートイン、レートアウトっていう WSGT の左側の一番下にありますけど、あれのレベルが常時に変わってまして、要するにパソコンの使用能力だと思うんです。それによってこのギザギザの細かい 3Hz っていうのが出てくると思うようですね。だからお互いのトランシーバーとか、トランスパーターがきちんとロック、PL ロックしてあると、ほぼ無線機自体は非常に、超安定で、すでに 0Hz とか 1Hz というかそういう単位で、これは10何時間だかな、やってもこういう状態で更新できるという一つの例ですね。 ですから、しかもこれ反射の反射通信です。で途中でじゃあドップラーとかそういうのって周波数は変わらないかなというような気も最初にしたんですけど、ほとんどドップラーとかそういうのはないんですね。二段反射で、で信号レベルもかなりこの辺上がってきておりますけどね、大体マイナス25以下28ぐらいまではデコトできるようです。結構弱い信号なんですけどね、毎日5年間もやってるとなんかいろんなこと分かってて分かってきてね、面白いなんか面白いっていうかやめられるのなっちゃったっていう、そういう感じでおります。それからちょっと喋る順番を書いた紙を忘れてしまった。ちょっと待ってくださいね。これもすでにやってらっしゃる方は大勢いらっしゃると思うんで、そのこと分かってるよっていうところなんですけど、実際にやって1回2回じゃなくて、こういう連続更新で、の周波数変動というのが分かってきて、しかも5年間もやってよくやってるなって言われそうなんですけどね、こういうこれは完全にさっき言った岡本さんとの更新状態なんですけど、茅ヶ崎から出して、これ見通しじゃないんですか、茅ヶ崎から丹沢へ反射させる、丹沢から川崎のビルに当たります。川崎のビルから反射してきて、ここへ行きます。最初これはですね、 SSB でもなかなかつながらなかった低レベルだったんですけど、一度 WSGT でつないじゃうって秘書さんお手がしてありますと、ほとんどダイヤルを手をつけないで更新できるという状態ができてきました。距離は大したことない、60キロか70キロぐらいなんですけども、非常に耳ではちょっと聞こえないぐらいのレベルの時があります。さっきの EME じゃないですけど、 EME の信号よりかちょっとひょっとしたら大変だったら弱い場合もありますけど、そういうレベルの信号を扱えるということができるというところでしょうかね。それからあ、実際に使った例として47ギガのトランスバーターの例をちょっと見せましょうか。
これなんかはそうなんですけどね、これのローカルシネーター、岩手70のローカルシネーター、これはあの GPS を入れてやってるようですけども、外部から GPS の充電を入れてロックしてるようですけど、非常に安定な 47G ができているようです。これはあのシンプルな、非常にシンプルな 47G で、これはあの、ミキサー、X1 のミキサーをこれつけまして、その先にあの DV6 のアンプをつけて、テレビを回しているという、非常に簡単な 47G ですけど、これも曲発の安定度があったら、あってこそやっぱりいろんな更新が楽にできるというもので、まあ47とか77とかやるときにはぜひ、こういうものを、使ってお入れください。格好はこういう格好に、収まると。最近はこういう格好にしまして、でもちょっと若干小さくしたら組み立てがしにくくて、やっと慣れてきたというところですかね。はい、それじゃあ時間が来たようなんで、ちょっと大雑把な話で申し訳ありませんでしたけど、シワスPL関係の話を後で終わりたいと思います。まあ、決まるとその他ご希望のことがありましたら私に直接言っていただければ常時がありますので、はい、ぜひお入れください。じゃあどうもありがとうございました。